木材普及菌。木材普及菌とは、木材を普及、腐食による劣化させる不正菌のうち、特に木材に含まれる難分解性のリグニン、セルロース、ヘミセルロースを分解する能力を持つもの。特にリグニンの分解は事実上この菌類のみに限られている。ライオキシンもまた分解することから利用が進められている。木材の普及は、 台風等による枝折れや、昆虫や、下、肌類のかじり跡により、樹皮が傷ついたところに、第一次寄生菌と呼ばれる、でんぷんや糖質、その他の炭水化物を栄養源とする、カビの胞子がついて食し、次に、第二次寄生菌として、木材に含まれる、難分解性のリグニン、セルロース、ヘミセルロースを分解する能力を持つ、炭子菌や死脳菌、不完全菌である、 木材普及菌が繁殖し、木材気質を分解することにより行われる。リグニン、セルロース、ヘミセルロースの分解生成物は、最終的に、バクテリアにより、無機化される。木材普及菌の中で、木材を白く変色させるものを白色普及菌、木材を褐色に変色させるものを褐色普及菌、白色普及菌や、褐色普及菌が普及できないような、 抗がん水率の木材の表面に軟化現象を起こさせるものを難腐朽菌という。これらについて以下において解説する。一般に存在する木材腐朽菌の90%以上が白色腐朽菌であると言われている。木材腐朽菌の繁殖条件は適度の水分、温度、酸素、栄養分であり、湿度85%以上。 木材含水率が20%以上、温度は20摂氏30度、高温多湿の環境を好み、酸素を必要とし、栄養分は木材に含まれるリグニン、セルロース、ヘミセルロースである。住宅や構造物の材料である木材は、普及により外見や強度が劣化し、木材の乾燥重量が普及により健全な状態の50%以下になると、木材の強度は見込めない。 木材普及菌による被害は床下、浴室や台所などの湿気の多い場所に多いが、涙丈のように途中に菌糸束を伸ばし、途中の水分を吸い上げ、木材を湿らせながら普及させる菌類も存在す。また、セルロース等の分解性生成物には白アリの誘引作用があり、木材の普及している部分は白アリの被害を受ける可能性が高くなると言われている。 このため、木材の普及防止には種治の対策が講じられている。木材の普及防止には、生育条件である水分、温度、酸素、栄養分を調整することや、防腐処理を行う方法がある。その中で、温度及び酸素については、人間が生活するため調整が困難であり、普及防止には、水分管理、湿度及び、木材含水率で、 乾燥状態を保つことが重要であり、一般的には木材含水率30%以下の乾燥した木材を使用することや、特に被害を受けやすい床下部分の換気を行うため、床下換気口の設置などが有効とされている。また、木材普及菌の栄養分となりやすい木くずや支片などを放置しないことも良いとされる。防腐処理は、 防腐薬剤を木材表面に直接塗布する方法もあるが工場で加圧注入により木材の内部まで防腐薬剤を浸透する方法が優れているとされる構造用製剤の JAS 規格では以下の防腐薬剤、JAS 規格では防腐効果と防御効果を有するものとして保存処理薬剤と呼ぶを規定している防腐効果を期待しペンキを塗ることもあるが 褐色腐朽菌にある程度の効果があるが、白色腐朽菌にはあまり効果がないとされる。樹種により、腐朽に対する耐久力の差があり、ヒノキ、ベースギなどは比較的耐久力が強く、アカマツ、ブナなどは耐久力が弱いとされる。白色腐朽菌は、木材中のリグニンを分解する能力を持ち、リグニンが分解された後に残留する、セルロース、 ヘミセルロースの色である白色に変色させることから白色不休菌と呼ばれる。白色不休菌は単子菌であり、セルロースとリグニンを同時に分解する非選択的白色不休菌とセルロースはあまり分解せずリグニンを優先的に分解する選択的白色不休菌に分けられる。白色不休菌は褐色不休菌や軟不休菌に比べ寒さや 直射日光に強く、間質の繰り返しの激しいところや寒暖差の大きなところなど、環境の変化が激しいところでも生育するものが多い。また、桜やケヤキ、ブナなどの紅葉樹を好んで普及させるものが多い。椎茸、ナメコ、エノキひヒラけ、マイタケ、タモギタケのように、食用キノコで白色普及菌に分類されるものも多い。 大肥化の最終段階、熟成段階では、白色腐朽菌によるリグニンの分解で、腐食酸が生成され、土壌改良力が向上する。クワガタムシの飼料として、木材粉砕物と栄養添加物を混合して瓶に詰め、水蒸気で高温高圧滅菌して、その中で、白色腐朽菌を主とする、キノコの菌糸を純粋培養した、いわゆる菌糸瓶が市販されている。 日本国内における木材の利用は6割ほどが建築材料用であるが、残りは製紙用や再生セルロース繊維の原料となっており、その製造過程でリグニンを主とする着色成分を高温の化学反応により分除去している。その際、多量のエネルギーと処理薬剤を投入する必要があり、また着色成分は強力な化学反応で可用化された。 後に廃棄物とされ環境汚染の原因となりうる。そのため、白色不休菌の持つリグニン分解能力を利用し、省エネルギー化や処理薬剤の削減、廃棄物の減量、リグニンの分解性生成物から機能性材料を得ようとするなどの研究が行われている。また、白色不休菌の持つリグニンを分解する酵素群、リグニンペルオキシダーゼ、 マンガンペルオキシダーゼ、ラッカーゼなどは強力な酸化力を持ち、気質得意性が低いことから、ダイオキシン類などの難分解性化合物を分解することが報告されていて、微生物を用いて汚染された土壌や水環境を修復するバイオレメディエーションに利用しようとる研究が世界中で盛んに行われている。白色不休菌は、 地球上で唯一木材を完全分解できる生物でリグニン分解能を獲得したのは古生代石炭期末期頃約2億9000万年前であると分子時計から推定された石炭期からフェルム期にかけて起こった有機炭素貯蔵量の急激な減少は白色不朽菌のリグニン分解能力の獲得によるものと考えられている褐色不朽菌は 木材中のセルロースやヘミセルロースを分解する能力を持ち、分解により、木材の色が褐色に変化することから、褐色不休菌と呼ばれる。この褐色は分解されずに残ったリグニンの色である。端子菌であり、多湿、風通しや日当たりの悪いところを好む。セルロースを酵素的に分解し、最終的に水を作り、それにより、木材水分を調整して、 繁殖条件を整えるのに役立てている。また、水分量が過剰な時は、菌糸の先端に水滴を貯めることから涙丈、涙菌と呼ばれるものもある。また、杉などの針葉樹を好んで普及させるものが多い。木材乾水率100%以上の木材を好み、白色普及菌や褐色普及菌が普及できないような抗がん水率の木材の表面に軟化現象。 難腹球を起こさせるものを難腹球菌といい、ケトミウムやトリコデルマなどの死脳菌や不完全菌の仲間である。アルカリ、PH8 から10や高温、摂氏38度くらいまで生育できるに強いと言われる。種としてヘミセルロースを分解して栄養源とするが、リグニンやセルロースを分解するものもある。分解力は弱く、 菌子体の菌棒のみ分解が進み、南腐菌による腐菌を受けた木材は、どす黒く焦げたように見え、表面は柔らかく変化する。その後、乾燥すると、多数のひび割れを生じ、それが脱落することで、木材内部に腐菌が進む。種子植物の内光合成で自活する能力がない、もので、不正植物と呼ばれるものには、根などの地下部に、 木材普及菌の菌糸を呼び込み、そこから栄養素を得て生活するものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。